ゴードン、今は説明してる暇はないんだ。お、スタンリーって、なんだお前らは。わあ、俺様も逃げるぞ。スタンリーがやってきたよ。ふふーん。あ、パーシーだ。やあパーシー、どうしたんだい、こんなところへ泊まって。やあスタンリー、ちょっと気になったんだけど、あんなところにトンネルなんてあったかな。よし、ちょっと見に行ってみるよ。ハハハハハ、大変だ、スタンリーがお化け電車になっちゃったぞ。わあ、助けてトーマス、トーマス、大変だ、スタンリーがお化け電車になってしまった。お化け電車だって、パーシー夢では見たみたいか。本当なんだよ。よし、じゃあちょっと見に行ってみよう。わあ、トーマス、仕事はどうするんだ。トーマス、ここだよ。あれ、確かにこんなところにトンネルなんてあったかな。おい、スタンリー。んぅ、ひぃ、出たー。わー、トーマス、危ない。パッパッパーシー。わー、ひぃひぃひぃ、パーシーまでお化け電車になってしまった。ひぃ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 、わー、逃げろー。パーシーもスタンリーも追いかけてきたぞ。ひぃ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 、わあ、どこまで追いかけてくるんだ。ひぇー、ぬはははははは、まずいぞ、このままじゃ追いつかれる。じゃあトーマス、急いでどうしたんだ。ゴードン、今は説明してる暇はないんだ。お、スタンリーって、なんだお前らは。わあ、俺様も逃げるぞ。トーマス、どういうことだ一体。スタンディとパーシーがお化け電車になっちゃったんだ。トーマス、いい作戦があるぞ。俺様についてこい。よし、ついたぞ。わあ、ちょうど体が汚れてたんだ。流線形トーマスになったよ。そんなことしてる場合じゃない。パーシーやスタンディをゴシ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 洗っていくぞ。よし、これで元に戻るかもしれないぞ。全然変わってないじゃないか。しかもよく見ると変なのが一人増えてるぞ。あっあっあっあ、トーマス、作戦失敗だ。逃げろー。ひー、だけど流線形トーマス、スピードじゃ負けないぞ。ヤッホー。うん、あっ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 、わわわ、いつの間にか前に回り込まれてる。なんてこった、もうダメだ。ヒッ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 、トーマス、俺に任せろ。テレンテ、お化け電車にはこいつを見舞いしてやる。つぶつぶ粘土爆弾だ。それそれそれ、いや、うー、つぶつぶ粘土爆弾がパーシーに当たったぞ。ああ。今度は2つ目のスライム爆弾だ。行くぞ。それクライステンリー。うわー、お前はもう爆弾じゃないからテレンサンタックだ。うわお化け電車たちに命中だ。パーシーたちが元に戻ったぞ。あれ、ここはどこだい。小さいお化けはトップハムハット卿だったんだ。ありゃりゃ、おかしいな。オーケー、負けないぞトーマス。トーマスとパーシーが今日は競争するみたいだぞ。ヤッホー。わーい、待て待てトーマス、下り坂だ。ヤッホー。トーマス、とっても速いぞ。僕だって負けないぞ。それわあ、トーマスも速いけどパーシーもとっても速いぞ。みんなはどっちの方が速いと思うかな。だけどトップハムハット卿に見つかったら2人とも怒られちゃうぞ。いやっー、あれあれ、赤い扉から何か出てきたぞ。わあ、あれはお化け機関車だ。他の扉からはカボチャのお化けが出てきたぞ。トーマス、パーシー、裏返しや。ひぃー、やーい、パーシーのノロマ。待てー、って、俺たちに気づいてないみたいだ。トーマスもパーシーもお化けたちに気づかないで行ってしまうみたいだ。なんてこった、パーシーもトーマスも競争に夢中で僕たちに気づいてないみたいだ。ひぃー、悔しい。一体どうしよう。よし、トーマスとパーシーを追いかけるぞ。ヒッ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 、ありゃー。
ん、なんだ、機関車が事故を起こしてみたいだぞ。あ、この赤い機関車はグリンだ。じゃあトーマス、こんなところでどうしたんだい。いてててててて、てトーマス、パーシー、助けておくれ。実はさっき、よし、この大きな岩をクランキーのところまで運ぶぞ。僕はとっても知り込んできる機関車なんだ。うわあ、なんでこんなところに粘土があるんだ。ひえーと、そんなわけなんだ。よし、グリンを助けるぞ。グリンのお尻と僕のお尻をくっつけて、よいしょ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 。わあ、助かったよトーマス、ありがとう。グリン、怪我がなくてよかったね。よし、パーシー、僕たちも行くぞ。うん、うわあ、いてててててって、トーマスたち、ここにもいないぞ。よし、今度はデコボコ峠を下っていくぞ。それヤッホー、トーマス、とっても上手にデコボコ峠を下るぞ。トーマス、事故には気をつけるんじゃよ。おお、今度はパーシーがやってきたぞ。パーシーは上手に下れるかな。それヤッホー、よーし、パーシーもとっても上手じゃ。あれで、トーマスはさっき酔ったような気がするかな。よーし、行くぞ。それうわー、いてて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 て、なんじゃなんじゃ、今度は妙なカボチャたちがやってきたぞ。ひえー、しかもみんな坂を下るのがとっても下手くそじゃな。ひえー、まったくどうなっとるんじゃ。お次はお次はマードックがやってきたぞ。貨車を2つも運んでるみたいだ。ルンルンルルン、マードック、とってもご機嫌だぞ。ん、あれは何かしら。ワン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 、チーズ、ちょっと待ちなさい。わわわ、あれはチーズとバタコさんだ。ひゃー、ぶつかる。へー、マードックも事故を起こしてしまったぞ。いたずら貨車はすごく嬉しそうだ。いてて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 て、大変、事故を起こしてしまったわ。マードック、大丈夫？ごめんね。あれれれ、また事故か。お次は黄色い機関車、マードックだ。大丈夫か？ひゃー、トーマス、助けて。あれれれ、また事故かい。よし、パーシー、マードックも引っ張るぞ。よいしょよいしょ、よし、なんとか運んだぞ。バタコさんもマードックを持ち上げたぞ。ひゃー、だけど私故障しちゃったみたい。この貨車を隣の町まで運ばないといけないのに。よし、それじゃあ僕とパーシーで運んでいくよ。ありがとう、トーマス、パーシー。よーし、頑張るぞ。よし、それじゃああとはトーマスとパーシーに任せましょう。トーマス、パーシー、どこ行った。ヒッヒッヒッヒー。よし、パーシー、そろそろ隣の町に着くぞ。あ、みんなが待ってくれてるぞ。みんな、お待たせ。ジャムおじさんに、アンパンマンに、ドキンちゃん。よし、大変だったけどやっと着いたぞ。とにかく荷物を無事届けれてよかったね。よし、それじゃあトーマス、帰ろうか。そうだね、パーシー。ふうふう、やっと戻ってきたぞ。トーマス、この辺で少し休憩しないかい。そうだね、パーシー。トーマスにパーシー、やっと見つけたぞ。わあ、お化け機関車にお化けカボチャだ。やっと見つけたぞ。たっぷり怖がらせてやる。わわわ、なんだなんだ、お化け機関車がこっちに向かってくるぞ。もうダメだ。ワン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 、チーズ、ワンワンワン、あ、チーズが線路の道を変えたぞ。ワンワン、あははは、トーマスのパーシーももう逃げられないぞ。うわうわ、やった、お化け機関車が水の中に真っ逆さまだ。ひえ、冷たいぞ。うわいやお化けカボチャたちも水の中に落ちちゃった。ひえ、とっても冷たいよ。ワンワン、
ワンワン。キャー、びっくりした。チーズに助けてもらったね。キャー、よかったよかった。うわー、ひー、今日はいろんなところで事故発生だ。よし、みんな出発するぞ。ジェームス、ヒロ、トーマス、パーシー、よーし、行ってきます。よし、僕たちも行くぞ。待ってよトーマス。出発だ。ルンルンルルン。ヒロが吊り橋にやってきたぞ。今日も頑張るよ。あー、ヒロー、なんで橋がないんだい。ヒロー、ヒロ、どうした、大丈夫かい。トーマス、とっても痛いよ。大変だ、助けを呼ばないと。よし、僕たちに任せて。ヒロは重たいから僕が運んであげるよ。救急車とグリーンが助けに来てくれたよ。わあ、ありがとう。よし、ヒロを助けたぞ。ヤッホー、壊れた線路は僕が直すぞ。一体こんな長い吊り橋がいつ落ちちゃったんだ。よいしょっと。わあ、しっかり元に戻ったよ、ありがとう。後ろからパーシーやジェームスもやってきたよ。下では中央特快も走ってるよ。お次はステンリーが重たそうな岩を運んでいるよ。たくさんの機関車や電車が通るな。みんな大忙しだ。ふうふう、重たいな。隣の町まであとどれくらいあるんだ。ステンリーの後ろでイチャトル貨車がなんだか相談しているよ。何を話してるんだ。ふうふうふう、あ、いたずら貨車が離れちゃったぞ。後ろからジェームスが砂利を積んでやってきたぞ。ジェームスもとっても速いな。わわわ、いたずら貨車だ。なんでこんなとこにあるんだ。ひぇー、ジェームス、砂利をこぼしちゃったぞ。ひゃー、なんてこった。トーマスがやってきた。わー、今度はジェームス。救急車も大忙しだ。ジェームス、僕の上に乗るんだ。ヒロもジェームスも事故を起こしちゃったけど、僕たちは起こさないようにしようね。トーマスとパーシーが仲良く走るよ。わあ、トーマス、あんまり後ろから押さないでよ。ヒロとジェームスを助けてたらすっかり遅くなってしまったんだ。トンネルを越えて、トーマス、いつになったら隣の町まで着くんだい。わあ、トーマス、線路が粘土だらけだ。わあ、もう行くしかないぞ。イエーイ、ガタガタだ。トーマス、こけちゃいそうだよ。頑張るんだパーシー。お次はびっくりトンネルだ。わあ、石が降ってきたよ。いえ、すっかり汚れちゃった。お次はデコボコ峠だ。おまけにスライムまであるぞ。パッパッパーシー。うえ、思いっきりスライムをかぶっちゃった。パーシー、大丈夫か。うわあ、トーマスもピンチだ。ひえー、なんとかスライムを超えたぞ。トーマス、僕はいいから先に行くんだ。よし、わかった。隣の町までなんとかたどり着くぞ。イエー、なんのこれ式。わあ、またまたスライムだ。イエー、こうしてトーマスはたくさん事故を起こしながらなんとか隣の駅までたどり着いたとさ。みんな、今日も見てくれてありがとう。今日はいろんなところでたくさんの事故が起こったよ。楽しかったらチャンネル登録もよろしくね。それじゃあまたね。バイバーイ。